始め。なかなかの手だれと見た。始め。弟子を破った理由はいらなかった。いざ尋常に勝負だ。負けを認めようぞ。始め。全力でお手合わせ願います。嬉しい限りです。いずれまた胸をお貸しください。始め。
さあ、遠慮なく頼むぜ。吉原で会うた。おっと、人違いじゃねえか。俺は征夷大将軍徳川慶喜だ。征夷大久保様かい。血が騒いでな、出てきちまった。私どもには久保様を任せようなどという気は。おい、座らんか。おい、そんなにかしこまるなよ。俺はな、あんたに負けて痛快だ。負けたことが。ああ、まさかあの手裏剣をかわすやつがいるとはな。公部署に春英を集めた甲斐があったってもんだ。